はいどうもワドツです。今日は2018年の8月の30日朝の10時です。電気が止まったので携帯電話の方に切り替えました。ワドツです。電気料金払わないとやばったん。電気が止まりました。真っ暗だのんちゃん。真っ暗だ。ちょっと払ってくるね。はい。あ、電気止まったのか。真っ暗だよ。最悪。 Wi-Fi も払わねえとな。料金は電気止まったわ。払いしないと。真っ暗だよ。のんちゃん、電話貸してくんね。電気料金の確認する。金はあるよ。今から払う。払い忘れですね。ありがとう。確認するわ、電力会社に。お電話ありがとうございます。東京電力でございます。この電話はサービス向上のため録音させていただいております。また後日アンケートメールを2を、電気やアンペアなどご契約内容の変更は
え、今日何曜日？あ、メモが取れねえ。落雷じゃない、見晴れ。どうすればいいんだ。え、今確認しに行く。今から払い行くよ。会社のご紹介。
や今はね遠隔操作でつないでくれる、払ったらすぐつないでくれるよ。いやだから生活苦しいって言ってんじゃん。ギリギリだよ。時間の無駄の意味が分かんないんだけど、何が時間の無駄なの。でもエアコンつけっぱにしては安いよ。みんな騙されたらダメだよ。エアコンつけっぱの方が安いかんね。やべえ、暑くなってきた。冷房が止まって暑くなってきたね。エアコンスケッパーで1万3000円か、結構かかるね。ポケット Wi-Fi も払わねえとな。繋がんねえ。
俺エアコンつけっぱで6500円だよ、うん、ちょっと暑くなってきたね。多分まあまあいつもつながるの結構遅いよ。10分ぐらいかかる。いや、一気に熱風来るからやだ。まだ冷気が残ってるから熱くなっちゃうよ。熱風が来るのやだ。部屋の中が熱くなる。6500円だね。でもネットも分回してんだよ。パソコンもつけっぱ、全部つけっぱだよ、うち。なんかエアコンつけっぱにしてからこまめに切ってたら1万いくらだったんだけど、値段下がったね。カーテン開けたら暑いね。冷気が残ってるうちにつなげちゃおう。繋がんないね。あ、来た。あ、すいません。料金の未払いで電気が今止まってしまったんですけれども、支払いの確認でお電話させていただきました。はい。はい。はい、はい、678が払ってない。あ、全部払いたいんですけど、今8月分のやつしか持ってないんですよ。なんか郵便局とかで払えるやつってありますか？なんかこの前利用したんですけど。はいはい。あ、そうですね、8月分しかなくて、なんかあれ e-tax じゃなくて なんだっけな、なんか郵便局のボタンを押すやつで、番号を押すやつで払えるやつってなかったでしたっけ？はい、はい、はい、
はい。あ、それかな。はい。はい。あ、じゃあコンビニのそのスマートピットっていうなんかあの発見機のやつで、あの678分を、はい、あれ678でしたっけ、あの未払いなの。あ、はい。あ、じゃあまとめて払っちゃいます。はい、はい、わかりました。大体何分ぐらいで。あ、わかりました。じゃあお電話お待ちしてます。はい、あ、わかりました。それではじゃあご連絡お待ちしてます。はい、よろしくお願いします。失礼します。今番号発行してもらってるから20分ぐらいかかるって。のんちゃん、はい、あれどこやったっけな。いや、他払ってないよ。いや、なんだっけ、Wi-Fi とルーター、Wi-Fi とプロバイダーと家賃も払わないといけない。わかんない。今確認してもらってる。わかんねえ。いくらか。わかんねえな。家賃は滞納はしてないよ。キャスか。キャス俺おすすめ規制だから人集まんないんだよね。暑くなるから。日差しでまだ冷気が残ってぬるいから。
なんだ、暑くなるじゃん。嫌じゃない？暑くなったら。うるせえな、おめえらに関係ねえだろ。グダグダ言ってんだったらよ、助けてくれよ。じゃあ何の関係があんだよ、てめえらと。何の関係もねえだろうがよ。なんでお前らにグダグダ言われないといけないの。だったら助けてくれよ。だったら花火で助けてくれよ。関係ねえじゃん、関係ねえじゃん。なんでお前らがどうのこうの言うことがあんの。全く関係ないでしょ。食費なんか一円もないよ俺。あ、俺労働を諦めた。俺は労働を諦めたんだよね。俺労働やめたの。才能がなかった。働く才能がなかったから労働やめました僕は。ちなみになんか誤解してる人いるけど、あの毎月泊まってるからね。毎月ねえのんちゃん、うん、毎月泊まってるよね。あの毎月の恒例行事なんで、はい。シーズンを感じるよね。月末かーっつって。カーテン開けると暑くなる。いや、労働をやめたんだよね。向いてなかった。働きたくないよ、うん、働くの苦手なんだよね。いや配信の途中でバツって切れちゃったんだもん。ちなみにあの人間も向いてなかったから人間もやめたから俺。人間もやめました。あ、これ新作の映像作品なんでリツイートお願いします。新作の映像作品なんでいいねボタンとリツイートお願いします。よろしくお願いします。新作です。
新作の映像作品です。リツイート拡散お願いします。いいねボタンありがとう。リツイートもよろしくね。リツイートもよろしく。いいねボタンお願いします。じゃんじゃん拡散してください。リツイートバンバンお願いします。歯磨こうか。歯磨こう。歯磨き配信やろうか。やっぱね、携帯料金支払うとき息臭かったらね、コンビニの店員さんびっくりするからね。くっさってなるからね。歯磨きます。ニート結構歯磨くよ。知らなかったねえのんちゃん。あ、電気ない。あ、真っ暗だ。どうしよう。あ、そっか、電気がないんだ。まあ、いっか、暗闇歯磨き配信です。暗闇歯磨き配信です。あ、そっか、電気つかねえのか。リステリン使ってるよ。生活に困ってる方は、生活保護完全マニュアルに相談してください。よろしく。あ、働くの向いてないんで働かないですよ。働かないですよ、僕は。働くのやめたんで。電気代3ヶ月分だから今計算してもらってる。まだわかんない。皆さんリツイートお願いします。新作の映像リツイートお願いします。ありがとう。拡散よろしくお願いします。島津家の家紋だ。島津家の家紋だ。懐中電灯あるよ。カメラ買ってる場合じゃないよ。だから言ったじゃん。うん、いや本当にだから使い込んだったんだよ先月。
くつもりないっすよ。働くつもり一切ないんで。仕事辞めたんで僕、働かないっすよ。働くの向いてなかったんだよね。いや、働くの向いてなかったの。いや、働くのやめたの、これ。あ、仕事はしないよ、俺。何にもやらないよ。仕事は諦めたから。働くつもりないっすよ。あ、俺ね、アイテム以外はね、コメント拾わないことにしてる。アイテム投げない人はコメント拾わない。皆さん動画リツイートしてくれた？みんな動画リツイートといいねボタンよろしくね。
みんな動画とリツイート、リツイートしてね。リツイートよろしく。リツイート応援になるんでリツイートしてください。リツイートお願いします。リツイートお願いします。リツイートよろしく。リツイートお願いします。よろしくね。応援になるからね。リツイートありがとう。リツイートありがとう。リツイートありがとうございます。ありがとう。スマホの充電、これ外付けバッテリー。リツイートよろしくお願いします。映像制作やってるよ。新作の映像出してるからやってるよ。俺すべての労働を諦めたから。労働と名のつくすべてのものをやらないって決めたから。働かせようとしても無駄だよ。無駄だよ。俺はインターネットと現代テクノロジーと資本主義が生んだ悪魔だから。無理です。働かないです。働きたい人が働いてください。映像制作やってるよ。だから新作見てよ。新作どうして働くのやめたの。向いてなかった。なんかね、決まった時間に起きることができなかったんだよね。あとなんか上司の言うことが聞けなかった。うん、なんか俺には難しかったんだよね。だから向いてなかったんだろうね。映像は結構評価されてるよ。映像、まあまあリンク貼ってあるけど結構評価高いよ。いいねボタンつきまくってるよ。いやだってそういう評価なんだもん。実際にカメラ買ったよ。いや、いいねボタンは評価でしょ。リツイートも評価でしょ。だってリツイート3件来てるよ。もう現段階でいいねボタン8個も来てるよ。評価されてるじゃん。
これ働かないよ。どんな方？ソニーの α7-3。 ソニーの α7 だね。てめえの怠け癖を国のせいにするんだ。税金払ってないのに税金使うのか。ちょっとよくわかんないですね。ちょっとよくわかんないです。いや払ってなかったっぽいね。678だって言われた。678だって3ヶ月払ってないって。うん、いいねボタンとリツイートは嬉しいね。総額わかんない。今調べてもらってる。総額調べてもらってるね今。この生活を切り詰めて映画作ってる感がいいよね。好感度上がるよね。あ、本気だっていうのが伝わるよね。いい感じいい感じ。お金は多分大丈夫だと思うよ。多分大丈夫だと思う。多分ね。元気あるよ。あ、俺タバコやめるつもりないね。タバコ大好きなんだよね。生活切り詰めるよ、あのつもりもないよ俺。別に。あ、漫画道がわかんねえな。漫画道がわかんない。折り返しの電話来ないね。そうね、まあ6畳だからね。ブレーカー上がってるよ。ブレーカー上がってる。配信する電気ここから。これ。最高気温36度か。きついな。ああ、あの映画の支援金はもう全部使ったよ。もう全部使った。1円も残ってないよ。6500円だね、1ヶ月分。ソーラーパネルはないね。東京電力だね。家の中暑くなってきたね。のんちゃん死んじゃわない？大丈夫？大丈夫。暑いよね。うん、待っててね。うん、うん、バッテリーの充電もう、いやまだ満タンだから大丈夫じゃない。窓開けたら余計暑いでしょ。
回線？回線はだからモバイルバッテリーだね。フル充電のモバイルバッテリーだからまだ電波あるよ。まだ満タンだね。まだ満タン。2時間ぐらいは持つでしょ。やばいよね、暑いよね、みんな気をつけてよ。やばいよ外、やばた。カメラ買った後に映画の資金はないよ。冷蔵庫のもの早くしないとね。まだ電気止まって1時間ぐらいだからまだなんとかなるでしょ。話題の病院が分かんない。俺ニュースもやめたんだよね。ニュースとテレビもやめたんだよ。止まったばっかりだね。暑いな。あー、こじり方下手かもね。不器用だよね。あ、最近は遠隔だね。あの料金払って30分か1時間ぐらいでパツって勝手につくよ。遠隔遠隔。なんかブレーカーの操作が遠隔に変わってるね、東京は。何年ぐらい前からだろう。2年ぐらい前から勝手につくね。シルバーアクセサリーやめたよ俺。いや、バッテリーはね、今フル充電のやつ、でっかいやつがあるから多分 Wi-Fi 切れないと思うよ。手は多分すぐつくでしょ、そしたらパソコン配信やりゃいいの。すぐだよ、すぐ。いやいや、すぐつくでしょ多分ね。
まだかな。みんな動画のリツイートよろしくね。ツイッターのリツイートよろしく。このね、下に貼ってあるね、ツイッターをリツイートしてください。よろしくお願いします。応援よろしく。ありがとう。アイテムありがとう。働かないね、俺は。働くのやめたの。働くのやめたっつうか、働くの諦めたが、まあ正しいか。諦めたんだよね。向いてねえわ、と思って。向いてなかったんだよな。向いてたらよかったんだけどな。残念だよね。配信は得意なんだよね。配信はね、すげえ人気なんだよ。なんでなんだろう。配信だけは向いてんだよね。一番長い仕事で一番最初にやったアルバイトかな。ポテト貴族かな。ポテト貴族が一番長かったかな。いいね、ありがとう。一個でも達成できた企画ありますか？なんだろうね。わかんねえな。あんのかな？負けないでっつうかね、別にね。勝ち負けじゃないと思ってるから。携帯から。勝つとか負けるとかじゃないと思ってるから。俺は配信で愛を配るためにやってるから。世界平和、高尾山とかね、ああ山の千秋とかね、うん、いや今から払いに行くよ。負けてるとかじゃなくて、なんだろう、楽しいけどね。いや別にアンチやりたけやればいいじゃん、うん、アンチやりたけやればいいじゃん。好きにすればいいじゃん。のんちゃん働いてないよ。ちょっとだんだんね、ムシムシしてきたね。鳥大丈夫だよ。
電気代持ってるよ。いや電気払うよ。あ、大丈夫大丈夫、お疲れ。払える払える。わかんない、今調べてもらってるから、あの今から払いに行くよ。電話かかってくる、折り返し待ってるね。ありがとうリコちゃん、ありがとう、風船ありがとう。1ヶ月分6500円で来てるけど、3ヶ月止まってるから冷蔵庫がやばいだろうね。皆さんね、動画のツイッターリツイートよろしくお願いします。応援に、一番の応援になるんで、ツイッターのリツイートよろしくお願いします。応援よろしくリツイートありがとう、リツイートありがとうございます。応援ありがとう、拡散お願いします。お金に困ってる人がね、生活保護を受けられるように一生懸命作ったんで、よろしくお願いします。生活保護をね、受けるべく人が受けられるように頑張って作ったんで、よろしく。コンビニのなんかスマートなんとかっていう仕組みがあるらしいね。スマートなんとか、うん、メンタル見習わないとダメ、うん。大丈夫大丈夫、死にはしないから。俺もともと公園でね、半年間生活してたから全然大丈夫だよ。俺金持ちじゃない、貧乏だよ。みんなの方が金持ってるよ多分。拡散ありがとう、リツイートありがとうございます。みんなありがとうね。貧困をなくそうね、貧困を、貧困をなくしましょう。バンバンリツイートしましょう。ありがとう。充電今バッテリーあるから多分まあ 3,4 時間持つと思うよ。寝たのんちゃん、医師の配信復活したよ。仕事辞めたって。医師の配信復活したってよ。さっき連絡あったよ。遅いな。
もう1時間ぐらい経たない電話かけてから。あれ？電話かけてから1時間ぐらい経つよね。20分ぐらいでかけ直すって言われたんだけど。1時間ぐらい経つよね。これが普通なのかな。あ、そういうもんなんだ。暑くなってきたな。暑くなってきたな。やば。やばいな。暑いな。電気代あるよ。あ、風船ありがとうね。うん、これ支援金っていう形ではもらってないよ。うん、支援金っていう形ではもらってないよ。あの映画の時だけね、もらったのは。あくまで配信の対価でもらってるから俺は。フォローありがとう。バカありがとう。知ってるよ、振り込み用紙をなくしちゃってるから今コンビニ払いの伝票を作ってもらってんの。うん、フォローありがとう。長期留守してたんですか。いや、ずっと部屋の中いるよ。俺働いてないから。俺金持ちではないよ、貧乏だよ。バガありがとう。アイテムありがとう。あ、そっか、今日最後なのか、バーストタイム。バーストのイベントって今日最後だよね。今月もね、皆さんのおかげで乗り切ることができましたよ。ありがとう。支援してくれた人ありがとうね。もう20日あたりはもうダメだと思ったけどな。収入カツカツだったから。また助けられたな。ありがとね。金持ちに見えないでしょ。大丈夫のんちゃん。暑くなってきたな。参ったな。引き落としだよ。銀行の中に金が入ってない。どうだろうね、その日暮らし。お、来た。もしもし。
はい。あ、お世話になってます。あ、いえいえ。はい。はい。はい。メモを取るので、少々お待ちいただいてもよろしいですか。はい。あ、よろしくお願いします。はい。はい。はい。2444。はい。はい。これでまとめて払えるんですか？あ、わかりました。コンビニどこでも大丈夫なんですか？セブンイレブンとかで。はい。あ、わかりました。あ、初めてやります。あ、じゃあファミリーマートで。あ、ファミリーマートじゃない、ローソンか。ローソンですね。はい。はい。はい、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 わかりました。番号を復唱してもいいですか？払ってきます。はい、はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、あ、いえいえ、失礼いたします。はい。のんちゃん、ちょっと支払ってくるね。はい、うん。なんかメモ取る。メモ紙かなんかあるかな。メモ紙。メモ紙。メモ紙どっかにあるかな。これでいいか。のんちゃんは寝てるよ、ずっと。ねえ、のんちゃん、うん、のんちゃん寝るの大好きだよね。払ってくるわ。よいしょ、行ってきます。うん、頑張るね。うん、うん、応援して、のんちゃん頑張って。うん、ありがとう、行ってきます。いて、できるかな。暑い。暑い。暑い。
え天気だな。応援ありがとう。天気やば。暑い。うまくいくかな。不安だな。捨て頃思い出すわ。うまくいくかな。頑張ります。応援ありがとう。まあまだ止まってからね。1時間ぐらいか、1時間半か。あーやっばい、やっばい、どうしよう、あーどうしよう、やっべー、あーどうしよう、あーマジか、マジか、忘れてたわ。いや、ま、いや、どうしよう。パチンコ行きて。あ、パチンコ行きて。あ、どうしよう。うわ、どうしよう。外出たらパチンコ行きて。あ、パチンコ行きて。あ、パチンコ行きて、マジで。やべえ、どうしよう、マジかよ。めっちゃ生きて、やべえな。いいね、ありがとう。相手もありがとうね。暑い。なんでこんな暑いんだろう。暑い。
暑い。暑い。15,000円だったね、電気代。送電再開か、次は。暑い。15,000円か。まあエアコンつけっぱで安いよな。エアコン、パソコン、フルで使いっぱで安くね。結構、まあ安い。ワドツーアイテムありがとう。安いよね。エアコンつけっぱだよ俺。なかなかやるよね。なんか一回試したんだよね、生活保護の頃。なんか8000円とか12000円とかいっちゃってて、なんでだろうとか思って、こまめに消してるのになって思って、でなんか調べたらネットで、エアコンってあのつけるとき、要は稼働するときに一番電力かかるから、消したりつけたりすると電力の負荷が半端じゃないんだって。だから低温で、俺今何度だっけ、28度か27度、弱風、一番弱いやつでつけっぱにしたら値段めちゃめちゃ下がったんだよね。しかもずっとついてるから部屋の中キンキンになるし。これ結構豆だよ、豆知識だよ。なんかでもエアコンの型番が古いとダメらしいけどね。型が古いとこの技は使えないって書いてあった。あ、結構知ってるんだみんな。俺だけか知らないの。みんなやってるか。暑いな。常識なんだこれ。古いと高いらしいよね。いや別になんか、古いって言っても超古いやつね。古いっていうの、そんな最新のエアコンじゃないよ俺のは。暑い。インバーターエアコンは安いんだ。でも部屋の中は結構涼しいけどね。ちゃんといいね、ありがとう。エアコン掃除はね、月に1回やってる。掃除機とか風呂場でフィルター洗ったり。この前に 2,3 年ぶりに中身洗ったけどね、洗剤で洗った。あ、まあ部屋狭いからっていうのもあんのか。そっか、一軒家とかだと各部屋にエアコンあるからみんなは高いのか。エアコンの年式いつか分かんねえな。チョコマルさんありがとう。まあ小さい部屋だからな。よし、でもね、500人にやればできるっていうところ見せたね。好感度上がるんじゃないの。あいつ電気代払ったわっつって、ワド変わったわ。暑い。のんちゃん、うまく払えたよ。おめでとうわ。おめでとう。うん。今日は赤飯だね。今日すき焼き食べよう。うん、うまく払えたから。すき焼きだな今日は。暑いな。部屋の中も暑いな。よし、じゃあのんちゃん。もう一回ね、あの電話貸して、うん、言ってやるわ、払ってやったって堂々と言ってやるわ。
借りるよ。やったぜ。かっこいい？のんちゃん。惚れた？うん。惚れ直した？うん。うん。助けてくれた。うん。熱い。120分。120分。事業所コードって何だ。事業所コード。事業所コード。これかな。うん？事業所コード。一番古い月、一番古い月ってどれだ。一番古い月、一番古いのは
のんちゃん2時間以内に作って測ってみよう。今何分？95分ね。95分。のんちゃん送電再開してよ。95分。さあ東京電力の東京電力の実力見せてもらおうぜ。俺も本気。東京電力がどれくらい本気なのか見ようぜ。暑い。2時間だって、うん、暑い。さあどうかな。よっしゃ、電気代払ったんで KP KP。 のんちゃんここ置いとくよ。いいね。熱い。ありがとう。いいね、ありがとう。いや謝んないよ、うん、謝るのは癖になるから、ね、俺はそう簡単に謝んないよ、うん、本当に謝るときに効果を発揮しないって荒牧部長が言ってたから。引き落としたよ。引き落とし。いやー、熱い。みんなこの下の動画リツイートよろしくね。この動画リツイートよろしく。応援よろしく。いいねボタンありがとう。動画のいいねありがとう。サンキュー。俺は水道こ止まるの？水道？水道止まっても怖くないよ。俺は怖くない。止められるもんなら止めてみろって感じだよね。何度でも再開してやるよって。怖くないよ。やばいな、暑いな、蒸すな。
まだつかないね。もう少し待っててね、みんな。もうすぐだから。いやいや、金はある。先月がね、全然だったから、支払い忘れて3ヶ月払ってなかった。金は別にあるよ、大丈夫だよ。あの今は別にアイテムはお気持ちで全然いいっすよ。あの普通に投げたい時に投げてくれた、まあ別にいつでも投げたい時に投げてくれたらいい。面白かったらチップ100円か10円か置いてってくれれば俺は嬉しいから。暑いよ、めちゃくちゃ暑いよ。あっちへ。あ、大丈夫だよ、振り込まなくて全然いいよ。なんか気が向いた時にアイテム投げてくれたら俺は一番嬉しい。熱い。何分経った？もうすぐ10分だね。ここから2時間着くまで結構大変だよね。歯磨く？お金はまあ貧乏だけど、うん、まあ生活できるギリギリぐらいは稼がせてもらってるね。もうちょい稼ぎたいけど。いや、それもう1年数ヶ月前だわ。1回だけだよ、1回だけ、一回だけですね。そんなにないよ。20万いくかいかないかぐらいだね。うん、下がってるね。2時間、いや、のんちゃんいるからね。のんちゃんと一緒に。トップアイラはもっと稼いでるでしょ。800万ぐらいいってるでしょ。アイラ880とか900とかじゃん。あ、今月アイラやってねえのか。あ、働くのはやめました、僕は。働くっていう選択肢はないっすね。働かないっすね。
暑いなぁ。いや、働くの向いてなかったんだよね。いや、早く冷房ところ待機しよう。いや、僕働かないっすね。疲れちゃうんで。ねえ、のんちゃん。うん。働かない方がいいよね。働かない。ねえ、働いたら悲しいでしょ。うん。俺は働かないっすね。働かない生き方っすね。リスナーさんからアイテムもらって生活してるんで、それが向いてるんで楽しいっすね。いや、働かないっすね。なかなかつかねえな。いや、楽しいことだけで金稼ぎたいんですよね。なんか遊んで暮らしたいんですよ。ワクワクすることとかドキドキすることをやりたいんですよね。ありがとう。あ、今支払ったから多分着くと思うよ。あと2時間以内に着くと思う。ノンラありがとう。ワドツ携帯は、配信は携帯だね、今日は、今は。小学生かよって言われても、だって働きたくねえんだもん。ダメ？楽しいことやりたいんだけど。なんでダメなの？あ、つつつつ。いや、大変だ。暑い部屋。ロゴ、わかんねえな。どうするんだろうね。あんま考えてねえな。考えたことなかったわ。ありがとう。水飲もうか。水飲もうか。あっち。毎日叩かれてるよ。今日だけじゃないよ。毎日毎日、今日だけじゃないよ。金持ちになりてえな。のんちゃん金持ちになりたいね。うん、うん、外あっつい。エアコンつけ。あれ、電気つかねえな。いつももっと早いよね。いいね、パラパラ花火上がってんだ、羨ましいね。いや、汗かいてるよ。暑いよ。暑い。暑い。エアコンついてくれ。頼む。頼む、エアコンついてくれ。動け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 、動いてくれ。頼む。はい、ワードツー。のんちゃんランチ。のんちゃんお腹すいた？お腹すいたの？何食べる？いや、だから働くの向いてなかったんだっつの。何回言ったらわかるんだよ。働くの向いてねえっつの。何回言ってもわかんねえんだよな。あ、ココア様からね、 NG 出ちゃったから変えたの。暑い。あつつつつつ。つかねえな。混んでるのかな。
もしよかったらね、みんなこの動画リツイートといいねお願いします。この動画リツイートといいねお願いします。みんなのねリツイートで救える命があるかもしれないんで、よろしくお願いします。よろしく。リツイートといいねだけポチッと押して。熱い。新作だよ新作、みんな拡散してね。あと YouTube のコメント欄に悪口書くのやめてください。 YouTube のコメント欄に悪口書かないでください。 YouTube のコメント欄を荒らすねアンチがいるんだよ。初見さんがびっくりするから、この人こんなに嫌われてるのってなっちゃうからね。え、何って、なんでこんなに荒れてんのってなるから、荒らされまくってるからね。今日もアンチは元気だよ。まあでも夏休み終わったらいなくなると思うけど、夏休み終わったら。あっちYouTube のコメント欄嵐が一番嫌だよね。数が多すぎて対処できないからね。あっち。いやー、あ、キッズではないのかな。どうなんだろう。夏休み関係ねえのかな。アンチってどんな生活してんだろう。意外と金持ちなのかな。バッテリーまだ持つから大丈夫だよ。 Wi-Fi とバッテリーまだ電池あるから2時間ぐらい放送できんじゃないの。まだまだあるね。風船ありがとう。バッテリーもまだフル充電だから大丈夫だと思う。持つでしょ。彼女寝てるそこで。暑いな、電気つかねえな。今度 Wi-Fi の支払いだよ。 Wi-Fi冷蔵庫、まあ2時間ぐらいだから大丈夫じゃないの、うん、大丈夫じゃないの。彼女48、充電器はつくんじゃないの。充電器はつくんじゃないかな。普通に充電器だから。これいいよ、アンカー4000円ぐらいで結構持つよこれ。アンカーのバッテリーおすすめだよ。お、20分経過か。20分経過だね。つかねえな。久しぶり。アンカーっていうメーカー、配信者ほとんどアンカー使ってるね。アンカーいいよ。これよりも一回り小さいやつだと2500円とかじゃないかな。俺ね、スケジュール組まない生き方してんだ。だから予定は何もないよ。やりたいことだけやる。毎日毎日起きてその日にやりたいことをやる生活を目指してやってますね。配信中に止まったね、前枠で。その後携帯に切り替えたから2時間経ったね。2時間。ハートありがとう。ハートありがとう。サンキュー。
ちいい。まだかな電気。暑い。のんちゃん布団熱くないの？いやパチンコ行かないよ。うん、熱い。次の作品どんな作品にしようかな。いや窓開けたら余計暑い。熱風が。のんちゃん不感症じゃないけど。腹減ったな。何食べよう。いやもう送電再開はしたから2時間以内につけるって言ってたから多分つくと思うんだけど、鳥はね暑い方がいいの。だから鳥は全然平気。東南アジアの鳥だから。これのんちゃんだよ。電気代払ったよ。今送電再開を待ってる感じだね。東京やばいよね。電気代3ヶ月で1万5000円で、プロバイダーが4300円かな。で、全部で2万ぐらいかかったね。で、今度 Wi-Fi のこれの契約も3ヶ月で2万ぐらいかかる。安かったね、意外と。エアコンつけっぱだからね。3ヶ月で1万5000円だった。うん。結構安かったね。まあ、エアコンつけっぱの方が安いよ、やっぱ。うん。エアコンつけっぱだから俺は。氷が溶けるね。やだね。もう多分溶けたろうね氷が。電気代はエアコンこまめに消さないようにしてんの。何ギガとかじゃないねこれは。LTE は7ギガまでなんだけど1ヶ月。あのなんか新規格の 4G っていうやつは使い放題。あ、来た来たー来たー。のんちゃん電気きた。イエーイ。え、寝てた？じゃあ電気きたよ。のんちゃん寝ぼけてる。イエーイ。電気きた。電気ありがとう。はい、よいしょ。うちはね27度の設定だね。27度。イエーイ。1ヶ月2万5000円やば。電気きた。エアコンつけよ。早かったね。25分だね、ちょうど25分。彼女はずっと寝てる、うん、昼も夜もずっと寝てる。あれ？エアコンつかない。ついてるよ。ついてる、うん、大丈夫。強くしていい？最初だけ、うん。寝たいから。のんちゃん寝たいからずっと寝てんだよね、うん、よし。強めにしようか最初だけ、うん、ドライじゃなくて冷房にする。ドライの方が効くよ。ドライの方が効く、うん、あ、うつ病だね。助かったわ。ありがとう。アイテムありがとう。みんなありがとう。熱い。ありがとう。ありがとうね。ミュンコ悪いね。ありがとうミュンコ。ミュンコ元気？ドライだね、うちは。ドライの27度だね。来た来た冷房。冷房来た。ありがとうみんな。来た冷風が。いや嬉しいね。ありがとう Z さん。暑い。暑いな。
アイテムで生活してるからアイテム欲しいよ。アイテム欲しいよ俺は。コメントは書きたい人が書けばいい。イケア在アパートだよ。アパートアパート。何食べよっか、うん、うちも5000円ぐらいだね。ドライつけっぱで。米もなくなっちゃった。米なくなった、うん、米がないっていうタイトルにしようか。じゃあ、うん、米がないっていうタイトルでやる。米ないの、うん、米ないの我が家、うん、マジかよ。もうなくなっちゃった。米がないってタイトルで放送やらないと。本当にないの？マジかよ。米がないの？ちょっと確認しよう。本当にのんちゃん、うん、米がないってた配信やらないとダメじゃん、うん、頑張らないと。米なし配信でほら、うわ米がない。マジか、米がゼロじゃん。やばくない？米がない。うわ米がないな。ちなみに昨日のおかず見る？昨日のおかず、大根と人参と豚肉の煮詰め。マジか、米ねえのか。ネタができたね、うん、米がない。お米くださいってタイトル、うん、お米くださいか。彼女が作ってくれたのん飯、のんちゃんが作るご飯のん飯。月末こんな感じだよ俺。米ないよ、米ないよ。俺働かないけど。3ヶ月で1万5000円だね。24時間27度ドライを稼働しっぱなしで、うん、のんちゃん寝てるよ。うん、熟女が好きなんじゃなくて好きになる人が年上なだけ、うん、電気ついた。みんなこれリツイートして、リツイート、これリツイートしてね。お母さんじゃないよ、彼女だよ。若い人と付き合ったこと、年下と付き合ったこと1回しかないかな。1回しかない。なんか好きになる人がみんな年上なんだよね、うん、俺の彼女だよ。マジで？マジで？おめでとう。よかったじゃん、すげえな。おめでとう。のんちゃん48歳、のりこ48、 NRT48 だよ。ん？違うか、 NRK なんだっけ、 NRK48 だから、うん、彼女は働いてないよ、俺が養ってる、うん、暑い。結婚はしない。うん、ありがとう。のんちゃん料理上手だよ、美味しそう。ありがとう、のんちゃんの料理美味しいよ、うん、のんちゃん家は綺麗にならないよ、うん、のんちゃんは精神病だよ、うん、ねえのんちゃん、うん、小学4年生ぐらいの知能を持ってる。シャカトペコ見てごらん。かわいい。シャカトペコが出たがって待機してるね。あ、もう行っちゃった。行っちゃったね。いや、金はあるね。
金はあるんだかないんだか分かんないけど。出せっつってるね。待機中だね。こっちが、あ、釈迦来た。釈迦。うん。ペコと釈迦でーす。可愛いでしょ。可愛いでしょ。白いのが釈迦ちゃんで、クリーム色がペコ。中身スカスカだから美味しくないよ。さて、ミッションクリアしたね、のんちゃん。暑い。お疲れい。ていうか、ふわっちから大手がどんどんいなくなってんだけど。金梅さんとか、なんかすごいよ。野田総理もニコ生引退してツイキャスだって。で、なんか、テクサにみんな事務所に入ってるよ。みどりさんとかも。映像作品できてるよ。これ見てみて。よか、面白かったらリツイートしてほしいね。映像作品作ったよ。なんか映画のティザー作れ作れって言われたんで、作品作ったんで、こういうのを作ります。今後どんなのが作れるのか見てください。テクサに搾取されてる。なんだっけな、手数料2割だっけな。でギャラなし、うん、税金対策でしょ。え、みどりさん入ってないの、テクサに。なんかテクサの新しいやつ、これこれさんとか入ったって聞いたけど。そうだよ、今回のカメラ。うん、キートスは興味ないかな。キャスやってないかんね。金梅さんはね、キャスがメインになってふわっち減ったね。うん、この動画はね、今回の α7 で撮った。うん、だからぼかしが入ってるんだよね。背景がちょっとぼやーっとなってるでしょ。あれ普通の壁なんだけど。うん、みんないなくなっちゃって、関慎吾もニコ生行っちゃったし、みんなふわっちから離れていった。稼げなくなっちゃったのかね。そうなんだ、他の方が稼げんのかな。うん、悲しいよね。ふわっち好きだから。ふわっち運営さんいいんだけどな、ちょっと後手後手かな今。よっさんはどうだっけ。よっさんはやってんじゃん、ふわっち。よっさんふわっちメインだと思うけど、でも多分金梅さんとか移動したら分かんないよ。よっさんも移動するかもしんないよ。これ生活保護過去受けてたね。過去受けてた。今受けてないよ。昔受けてた。それはね、この動画に書いてあるよ。動画で説明してる。あ、そうなんだ。キートスは支援の進み具合が分かるんだ。知らなかったな。ツイキャス見ないかんな。そうなんだ。どうした？どうした？なんか変だよ。ぼーっとしてんの？昨日ね、うん、朝までね、動画見てた。あれ見てた、うん、ちょっと待ってくれ、専門家を呼ばせてくれってああ、そうしようっつって、うん、なんで僕のこといたずらするんだよエイプリルフールじゃなかったのかよ。水分補給してる？のんちゃん右利き。八。いや、普通のトークだけど、ピロートークじゃないけど。普通に会話してるだけだけど。障害者年金もらってないよ。
もらってない。俺は生活保護手帳3級だから多分該当しないと思う。年金は軽い障害だから、俺は軽い発達障害。彼女どこが好きなの？あー、どこが？ご飯が美味しくて優しくて俺のこと好きなの、のんちゃんは、うん、のんちゃんは俺のことね、やること応援してくれる。いや、俺のアスペは軽いと思うよ。そんな重度のアスペじゃないと思うよ。軽度でしょ、軽度のアスペルガーでしょ。そんなに重たいアスペではないと思うよ。もっと重たいアスペの人はもっと重たいと思う。これツイキャスいかないね。これはふわっちと YouTube。軽度じゃないかな。うん。彼女病院行ってるよ。何食べよっか今日。お腹空いたんでしょ。うん。うん、ていうかやっぱさ、ジョジョの奇妙な冒険これ面白いよね。みんなこれ知ってる？スピンオフ岸辺露伴、これ第2作なんだけど結構面白かった。岸辺露伴は動かない。俺露伴シリーズが好きなの、ジョジョの中では一番好きなの岸辺露伴で、これ結構面白いよ。悲しんでたのは年金が下りなくなるからだね。お金が入らなくなる。あと、あ、生活保護を受けてる場合は加算が下がるね。要は入ってくる金額が下がるってことなんだけど、多分それで悲しんでるんだと思う。あー、まあ良くないよね。鬱っていうか、まあ精神系の薬は良くないと俺も思うよ。岸辺露伴面白いよ、うん、彼女だよ。マイスイートハニーだよ。マイスイートハニー。ふわっちは終わらないよ。薬何飲んでるの？だって神谷さんはね、一級だろうね。超絶メンヘラだからね。のんちゃん付き合おうと思ったきっかけ、いや自然と気がついたら付き合ってたね。何飲んでる？はい、多いな。エビリファイ、ユーロジン、レキソタン、アナフラニール、レキソタン、エビリファイ、俺も飲んでたな。エビリファイがね、多分ね、ぼーっとしちゃうんだと思うよ、うん、運動能力、集中力、注意力の低下ばっかりだね、リキソタ、うん、だからぼーっとしちゃうんだね、飲んじゃう、うん、ありがとう、うん、性格合うね。1日20時間ぐらい寝てるね、のんちゃんは。そんな寝てないよ。寝てるよ、うん、いや絶対寝てるよ、俺測ってもいいよ。今度検証動画やる？絶対寝てるから、うん、眠る姫、うん、薬飲まないと暴れちゃう。薬飲まないとヤクザに喧嘩打ったり、ミュウツーをボコボコにしたりした。もともとリスナーだからオフ会で知り合ったね。もともとずっとリスナーだったの。一番古いんじゃないの？何年ぐらい見てる？もう
4年ぐらい、うん、だってワドツーって言い始めたののんちゃんだよ。ワドツーっていうのを初めに書き始めたののりこだから。床ずれの意味がよくわかんないけど、床ずれ、はい、床ずれって。結婚は考えてないね。ワンワンとも何回もね喧嘩ずつしてるよのりこは。動画見たけど小川さんって方にはギャラ払ったの？小川さんにはギャラ払ってないよ。なんで小川さんにギャラ払うの？二人で動画作ってんのに。むしろ俺作業やってんの俺なんだけど、なんで俺が小川さんにギャラ払うの？全然意味わかんないんだけど。何食べる？どうしよう。おにぎり。おにぎり。おにぎり。のんちゃん日本人だよ。うん、お米がないからおにぎり作れないよのんちゃんだって。お米がないって。そうだ、クーさん風船ありがとう。お米うまいよね。どうしよっかな。いやもう払った、もう着いたよ。さっき払ってきた。タイトル変えらんないんだよね。ふわっちの欠点そこだよな。タイトルを変えらんないっていうのがでかいよね。放送中にタイトル変えたいよね、うん、よかった。鬼やっこ綺麗じゃん。鬼やっこ好きだよ俺。何食べよっか。今何時？12時だからランチタイムだね、うん、今日ビギナーデーなんだ、うん、リスワンももうずんと撮ってない。去年の10月から撮ってないね。それまでは連続で撮ってたけど大手が多すぎる。閲覧モンスターがいっぱい来ちゃったからね、撮れなくなっちゃった。おでこ広いよ俺、ほら。めっちゃ広いよ。
ありがとう。おー、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ご飯代来た。サンキューでーす。ありがとうございます。ありがとう、スターマイン。一日何回愛しちゃうの？うん、最近愛しちゃってないかな。うん、ありがとう。ありがとう、スターマイン。いいね。何食べる？FC ツアーダルト行かないよ。てかのんちゃん、俺とのんちゃん顔似てないでしょ。全然違う顔でしょ。今ね、冷房を楽しんでるね。テクノロジーの進化を楽しんでるね。電気止まっちゃったから、ね、そう、さっき暑かったから涼んでる。今冷房を楽しんでる、全力で。え、ご隠居やめちゃったの？マジで、うん、スターマインは俺に2200円ぐらい入るよ。2200円とか入る。スターマインは全然違うよ。あの花火は一発500円か。俺に500円入る。だから4倍以上入る。スターマインはすごいよ、うん、保険金かけらんないから電気代止まってんじゃないの？、うん、のりこに保険金かける金なんかないよ俺に。フォローありがとう。サンキュー、スターマインありがとうね。アンチが聞いてるよ。アンチがぐぬぬってなってるね。ぐぬぬ。ぐぬぬ。その花火どこで買えんの？ウェブで、いや、パソコンから買えるでしょ、スターマイン。映画監督ですね。映画監督です。映画作ってます。うん。2200円入ったよ。携帯から買えるかどうか分かんないな。ウェブ限定だったかな。あのパソコン限定かもしんない。のんちゃん？のりちゃんじゃないよ。のんちゃんだよ。のん。うん、もともとのコテハンはのんたんだから。のんたん。携帯版は、あの、アップルストアとかに3割取られちゃうから、高額還元できないの。うん。のんたん48。48、プリップリの48歳。ねえのんちゃん、うん、うん、のんちゃんプリップリの48歳です。9000円高くね？一人暮らしで9000円は高くねえか。ふざけてないよ、48歳だよ。何食べに行く？何食べたい？マグロアボカド丼。マグロアボカド丼が食べたいの？電気代ね、6000、一番高いのが6500円で、一番安いのが3500円だった。マグロアボカド丼。シャカとペコの餌と水変えた？うん、うん、ハワイアンなの、マグロアボカド丼。カリフォルニア。寿司作る枠やる。寿司、和道寿司。和道寿司企画やる。米がない。米を買ってさ、米を買って、15歳離れてるよ。でも付き合った時は何歳だったっけ？俺が付き合った時は俺が32歳で、のんちゃんが
35歳だったの。だから3個上だったの、付き合った時は。でも付き合ってから半年ぐらい経ったら15個上になっちゃったの、離れたの。最初は3個上だったんだよ。初見さんいらっしゃい。取るのが早いんだよ、もんちゃん。そう、うん、最初は3個上だったけど気がついたら15個上になってた。いや本当だよ、最初は3個上だったんだよ。ねえ、寿司いいよね。お腹すいたな俺も。釈迦は4歳だからあと寿命3年かな。ねえ、シャちゃん長生きしてほしいけどな。3年生きたら平均寿命だね、シャちゃんは。ペコはまだ1歳か、まだ0歳か。でも10歳も生きるのもいるから。でもそれは長生きのパターンだからわかんないよ、うん、寿命7年だね、鳥は。平均寿命、のんちゃんは皮膚の病気でね、肌荒れ、だいぶ良くなったね。でも、うん、ケロイドだったもんね、この辺、ま、潰れちゃってて。のんちゃんストレスで肌が荒れちゃうんだけど、だいぶ綺麗になった、良くなった、この2年で。電気ついたよ、エアコンもついた。のんちゃんは俺のこと世界で一番愛してるんじゃないの、わかんないけど。のりこは世界一俺のこと愛してんじゃないの。生活保護、生活保護はもともと受けて、あれ配信で抜けたんだよ俺、うん、皆さん、そうだ、これリツイートお願いします。新しい映像作品です、リツイートお願いします。みんなでいいねボタンを押してください、よろしくお願いします。何食おうかな。生活保護は2年前に抜けたかな。今日は珍しく携帯配信だね。腹減ったな。フォローありがとう。フォローありがとう。これ結婚はしたことないよ。電気代払った払った。出前か。頭揺れてるかな。頭揺らしてる。気づかなかったな、頭揺れてた。
配信者と結婚するとかリスクしかないからね、彼女に。バッドボタンを押さなくていいです。グッドボタンを押してください。グッドボタン、グッドボタンとリツイートだけでいいです。バッドボタンを押さないで、あとアンチコメントも書かないで。暑い、何食べようかな。ステーキ食いたい。サーロインステーキが食べたい。サーロインステーキ。今冷房ついてるから大丈夫だよ。サーロインステーキ食べたくない？サーロインステーキ美味しいよ。いきなりステーキあんま美味しくなくない？のんちゃん好きなんだよね、うん、俺ダメだわ、いきなりステーキまずい、電気復活したよ、電気復旧した、無事復活した。いきなりダメだよね、いきなりちょっと違うよね。ウエスタンのステーキがうまいんだ、行ったことないな。何レンダリングプラントって、怖いんだけど。何レンダリングプラント、のんちゃんいつも瞳孔開いてるよ。そうそう、肉が硬いよね。いや、サーロイン食いたいよね、たまにね。アイテムこじってんのはいつもだから、今日に限ったことじゃないよ、いつもこじってるよ。今に始まったことじゃないよ、それみんな分かってるから、生っ粋の小好きだから。いや、そうでしょ、みんな分かってるでしょ。ジョジョ園よりも、なんだっけ、あそこ、ジョジョ園よりもあそこの方がうまい。なんだっけ、名前忘れちゃった。歌舞伎町にあるの知らない、誰か。ジョジョ園じゃなくて、なんだっけ、名前出てこねえな。なんだっけ、歌舞伎町にあるの。ゴールデン街のところにあるやつ。ゴールデン街の入り口のところにある。なんだっけ、なんだっけ、名前出てこねえな。ゴールデン街の入り口にあるやつ。有限亭じゃん。有限亭はジョジョ園のランクの上だから。ジョジョ園よりもあそこの方がうまい。なんだっけ、なんだっけ、名前出てこねえな。有限亭はジョジョ園の系列の最高、最上位ランクだから。なんつったっけな、あそこ。なんだっけ、ゴールデン街の前にあるやつ忘れちゃったな。安楽亭じゃないね。なんだっけ、牛角じゃない。名前出てこねえな。誰か歌舞伎町詳しい人いない？なんだっけ、あそこゴールデン街の前にあるやつ、安楽亭じゃない。名前出てこねえな。6万、ダリカレーじゃないね。あ、ダリカレーはカレー居酒屋だから。のんちゃん寝たきりだね。うん、なんだっけ、焼肉屋の名前出てこねえな。結構行ったのにな。うん、違う、なんだっけ、名前出てこねえわ、忘れちゃったわ。焼肉屋、いやいや、ゴールデン街の前だよ、歌舞伎町のゴールデン街の前にある焼肉屋。付き合ってからもう2年ぐらい。もうすぐ2年だね。うん、
スがゴールデン街の真ん前にあるんだよ。くだらない。多分検索したら出てくると思うけど、焼肉でゴールデン街の入り口の前にあるやつ。違う、ジローマルじゃない。トラジだ。ありがとう。トラジトラジ。さすがいた。トラジ。トラジの方が俺は好き。トラジの方がうまいよね。そうそうそう。ありがとう。詳しい人いたね。歌舞伎町の人かな。正解者おめでとうございます。ステーキ代の足しありがとう。花火ありがとう。いや、トラジ結構美味しいよ。トラジどうだろう、2人で1万2000円ぐらいじゃん。トラジ美味しいよね。うん、トラジャ美味しいよ。ハラミがうまい。え、どこにでもあるって有限、なんだ、ジョジョ園もどこにでもあるじゃん。トラジャ赤身の肉はうまいんだよね。ハラミがすげえうまい。あそこ知らないな。巻市館。へえ、行ってみよう。いくらぐらいで食えるんだろう。うまいよね。トラジうまいよね。あ、ランチで3000円するんだ。結構するな。トラジ行ってみて、歌舞伎町。結構おすすめ。ドレさんがよく連れてってくれた。ドレさんもう、あ、トラジ何回連れてってくれた ?4 回ぐらい連れてったよね。初見さんいらっしゃい。電気復旧したよ、うん、歌舞伎町にしかないのだとあそこがうまい。あの網焼きのね、名前出てこないな。大久保通りの方に行くところの網焼きのところが美味しいね。赤身がいいね。俺も霜降り、なんかなんだろう、霜降りすぎてる肉よりも刺しが少し入ってるぐらいが好きだね。うん、なんで映画無理なの、ちょっとよくわかんない。映画無理って言いたいだけでしょ映像作ってるよ俺。東京ドームのホテルの中にもあるね。風林会館の横じゃないね。俺ね、牛タンあんま好きじゃん。あとユッケも食えない。牛タン別に食うけど、俺はハラミが大好きだね。ハラミとカルビとホルモンがあればいい。結構脂っこい。これ中卒だよ。中卒だよ。高校はすぐ辞めちゃったし、高校、みんなね、高校に入学したらね、高卒だと思ってるけど違くて、高校を1年間通って、1年間の単位で2年目に入って辞めた人を高卒、高校中退なのね。だ、高校卒業の資格すらないの。あ、高校中退ですらない俺は。中卒俺は1年未満で辞めたから。なんて高校行ってたの。あ、ごめん、高校の名前は言えないかな。うん、カメラを止めるのは見てないな。すごいヒットしてるよね。いやいや、偏差値すごい低い高校だよ。パソコン系の高校行ってた。パソコン系。当時できたばっかりの蚊だったな。実、そうそうそう、
もともと農業高校とか工業高校なんだけど、パソコンの科ができて、でパソコンの科に俺は行った。実業高校っていうのか分かんないけど、うん、まあだから賢くはないよ。イチャイチャするよ、うん、だカメレオンに出てくる高校だよ。カメレオンに出てくる。フォロー大歓迎だよ。骨付きカルビの意味が分かんなくて、骨がついてることはサービスじゃなくて、お前が骨を外すのがお前の仕事じゃねえのかって思わない？俺らは客なのにね、お前骨がついてることはお前の怠慢であって、堂々と言うんじゃねえよ。骨を外せよって。食えないものをなんで客に一手間かけるんだよって思わない？骨付きカルビは絶対間違ってるんだよ。そう、切れよって、ハサミで切ってから来いよって。なんで客に手間をかけさせるんだよって、うん、いやいや、だってパソコン持ってなかったもん、高校生の頃。パソコン持ってなかった。俺はパソコン初めて買ったのね、22歳の時かな。自分のパソコン多分22の時22の時に初めて買ったから、だからワードとエクセルと、なんか公的なビジネス文書とか打つ、なんかそのビジネス文書の書き方とかと、あとなんだっけな、夏休みの後半に、アプリの制作かな、フラッシュかなんか作るとか、まあ今考えるとフラッシュなんかやったってね、なくなる企画だからやんなくてよかったと思ってるけど、だからまあ卒業したら大体そのビジネス系のワード、エクセル、プレゼンテーションとか、あと簡単なアプリを作るとか、そういう学校だったね。ありがとう、バガー、ありがとう。焼き肉な。うるせえよ。骨ない方がいいだろ。フォローありがとう。骨ない方がいいでしょ。ケンタッキーはわかるじゃん。ケンタッキーは、あ、わかるよ。ケンタッキーのキーって骨って意味でしょ。本当？嘘。なんだ。腹減ったね。ケンタッキー食いたいね。腹減ったな。どうした？眠い。眠い。向こう行く俺。涼んだ。え？涼んだ。何？涼んだって。涼しくなった。涼しくなった。え、弱めようか。もう大丈夫だよね、うん、じゃあ 27？ うん、27。はい。のり弁毎日のように食ってっかな。おいっす
ソコン止まった。俺が慣れてきたからね、選別できるようになってきたから。でも基本的にはやっぱあのアイテム投げてくれる人の米は最優先っていう感じだから、アンチコメント拾ってないじゃん。だから慣らしていってるね、徐々に徐々に。自分のスタイルに沿ったのやりたいから、だんだん慣れてきたね。基本的にはでもやっぱアイテムコメントは優先でしょ。喋りたいことは喋るよ。確かに腹減ったな。あれ？あー、ついたついた。よかった。通年え？どんまる。どんまる行く？いいよ。どんまるどんまる。お腹すいた。ケンタッキー行けば、 ありがとう、花火ありがとう。ケンタッキー遠いんだよね。近くにあったら毎日でも行きたいんだけど、すげー遠いんだよね。ケンタありがとう、ありがとう。ケンタの出前、え、出前あんの？ケンタッキーって。うん。ユーバー？ユーバーってなんだろう。知らなかったな。出前あるんだ。いや、俺大変な思いしてないよ、うん、月見バーガー始まったの？マジかよ。月見バーガー始まったのかよ。月見バーガーマジで始まったの？月見？マジかよ。月見バーガーにしない？のんちゃん、のんちゃんはそうしたら、うん、ダブルチーズバーガー。月見バーガー嫌いなの？のんちゃん。マジかよ。クソうまいのに。
ワンちゃん可愛いよ。花火ありがとう、ありがとう、風船ありがとう、ありがとうございます。ポンちゃん大事だよ。だってみんなも家族大事でしょ。普通じゃない。みんなも家族大事じゃない。普通じゃない。じゃあそろそろ終わりにします。皆さんありがとうございました。のんちゃんとご飯食べ行きます。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。おつおつ。みんなこれ URL さ、これ本当にリツイートしてね。あと YouTube のボタンもグッドボタン押してください。生活保護の動画です。よろしくお願いします。お疲れ様。